はいみなさんこんにちは。今日は2020年4月8日、まあ、緊急事態宣言が出されて1日目なんですが、まあ、いろんなところ、いろんな業種でですね、 休業が出ています一昨日の小池都知事の緊急事態宣言の前の会見ではですね、まあ、いくつもの業種を挙げて休業を要請すると言ってたんですが、まあ、今日になってですね国とのすり合わせがうまくいってなかったとかでまごまごしているようです、まあ、先手先手でですね休業を実施したところはですねちょっとかわいそうな気もします。 すべての業種でそうだと思うんですけども、休まなくていいならば休みたくはありません。従業員やですね、お客さんの健康とですね、会社の売上もしかしたらですね、存続を天秤にかけてですね、休業しています。その判断を下す大きなきっかけ、これがですね、緊急事態宣言だったと思うんですけども、ここに来てですね、国と都府県がですね、ああだこうだと揉めているのはちょっとひどいと思います。この緊急事態宣言、 国はですね、休業による補償はしないと言っています。まあ、一方、都府県ではですね、休業要請と補償はセットになってないといけないので、休業要請できないといったところだと思います。まあ、当事者のですね事業者にとっては、まあ、はっきりと方向を出してですね、筋道を出してもらわないと路頭に迷ってしまいます。 あとですね、まあ、実際、仕事をしていいのかダメなのか、事業者自体もですね、判断ができないような状態にあります。マスコミ等ではですね、仕事をすることが悪のようにですね、話をしている人もいますが、まあ、中小企業、まあ、特にですね、小規模事業者にとっては簡単に仕事を辞めることはできません。いくら国が補償の案を出していても、決して潰れないわけではありません。まあ、というよりはですね、この保証 今、国が出している保証の内容では本当にギリギリでやっている事業者、まあ、例えばです、ね、税金を払えなくて滞納しているような事業者は保証してもらえないことも考えられます、まあ、そういった業者もたくさんあってです、ねまあ、それが現実なんですもし倒産となればです、ね、身ぐるみ剥がされてしまうかもしれません生き残るために必死になるのは仕方がありません。 話は変わりますが昨日の緊急事態宣言以降深夜ないしです、ね、今朝になって急遽ですね休業を決められたところも多いようです、まあ、行政がですねはっきりした態度を出さない中、まあ、休業を決めた事業者本当に思い切った判断だったと思いますそんな中でですね、まあ、昨日の動画で少し触れたんですが、まあ、これ福岡の話なんですけど、まあ、パチンコ店の休業です 昨日の動画を作った段階、まあ、夕方だったんですが、その時にはですね、少し調べた時は、休業を決めていたのはダイナム1社だけだったと思います。しかしですね、今朝の時点では大手を中心にいくつかの店舗はですね、まあ、しばらくの間休業しますということを決めているようです。先ほどなんですけども、 パチンコの玉屋さん、常務の方がですね、ラジオのインタビューで答えられてました。玉屋さんもですね、今日から休業です。やはりですね、従業員とお客さんの安全のことを考え、まあ、休業に踏み切ったとのことでした。まあ、一番気になるのはですね、もちろん売り上げがなくなることなんですが、まあ、コツコツとですね、こういった時のためにお金を貯めていたとのことなんで、まあ、なんとかなるとのことでした。まあ、かなりお金を持っていらっしゃるんじゃないかなと。 思います他店がですね休業を決めてない中での判断だったんですがす、まあ、すんなりととですね休業は決まったということでしたいずれにしてもですね大震災や洪水でも営業を続けていたパチンコ店が自主的に休業する、まあ、社会的な目を気にしてということもあるかもしれませんがそれ以上にですね従業員やお客さんの命を危険にさらしている、まあ、こういったコロナウイルスの恐ろしさがですねそうさせているのではないかと思います。 戦後以降ですね、最大の危機と言われるコロナショック、まあ、その怖さをですね、まあ、つくづく感じるこの緊急事態宣言だと思います。ご視聴ありがとうございました。